それではこれから主の祈りの公開メッセージ、今日は第8回目になります。6章の13節からお話ししますけれども、最初にいつものようにみんなで共に主の祈りを唱えていくこといたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願うくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればない。アーメン。一箇所読みします。マタイによる福音書の6章の13節です。私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。これが今日の箇所になります。第8回目、悪より救い出したまえ。悪より救い出したまえ、これが今日のメッセージの題です。前回は罪の許し合いってことでこの話をしました。今唱えたところの主の祈りですと、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえといつも私たち祈っておりますけれども、これは皆さんぜひぜひ注意していてほしいと思います。これですと、この言葉の通りですと、日本語のこの通りですと、立法主義に陥ってしまいます。私が誰かの罪を許すから、だから私の罪も許してくださいっていうふうになってしまうととても危険ですから、ここ注意してください。ここのところは、この、あなたが、神が私の罪を許してくださったように、私も人々の罪を許せるようにしてください。ということの方が、これはいいですね。ですから、この新共同訳聖書ですと、私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにとなっています。これもちょっと不十分です。そうではなくて、私たちも自分に負い目のある人を許しますですね。あなたが許してください。だから私も自分の負い目にある人を許しますって形で理解していっていくことにいたしましょう。さて、クリスチャンとして生きる3つの段階があります。一つは現在、罪からの救い、神の子の命を持つっていうことです。2番目はこの世とサタンからの性別されていくっていうこと。神の命で生きるっていうことですね。これが2番目、性別ってことになります。3番目は体の贖い。ローマ書の8章の23節に、心の中でうめきながら体の贖われる時を待ってるっていう、これはこの聖化で、性別を超えて聖化っていうんでしょうかね。体の贖いっていう、これにはまだ私たちやがてこの地上の肉体を脱いだ時に完全になってきますけれども、3段階があります。主の祈り、これらのことを総合的に私たちに教えている祈りであります。まず第一番目は、父よと祈りなさいと言いました。これは命の源が誰であるかっていうことを、私の人生で一番大事なことをはっきりとしていかなきゃなりません。2番目は皆を崇めさせたまえでした。これはその父なる神様、三位一体の神様と私の正しい関係を作っていくってことです。皆を崇めさせたまえ。3番目はあなたの御国を作ること。これはこの世でキリストの体なる教会、これの中で私たちがこの世における神の国で生きていくということになります。4番目は伝道でした。世界宣教ですね。私たちは自分が救われているだけでなくて、本当に家族を、マリスたちをこの救いの中に入れていくということです。5番目は日々あなたの糧で満たされる。あのことこのことじゃなくて、私たちは神様からの命の糧をいただいて生きていくってことでした。そして6番目は他者との関係。互いに神から許されたように、私も誰かを許していくっていうこのこと。そして今日が7番目のところになります。それはこの私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってくださいっていうこのことになります。私がサタンやまたそういったも負けることなく、この神の子として歩み続けることができますようにという祈りです。ここで、新共同訳聖書は誘惑と書いています。から、口語訳聖書と新海訳聖書は、これは試みと書いているんですね。私を試みに合わせず、これも試みっていう言葉はですね、ここにはちょっと違和感があります。どうしかと言いますと、神も私たちを試みるからです。神はアブラムを試みて言われたってですね。ですから、むしろ誘惑っていう言葉の方が、むしろこの全体から意味して、この分かりやすいんではないかと思います。でも、これはどちらでも結構です。一応そのことを頭に入れておいてもらった方がいいと思うんですね。試み、誘惑。人生にはこれがつきまといます。いつでもつきまといます。もちろん、この世の人たちも、この異性に、お金に、名誉に、あれに、これにってですね、この誘惑にあってきます。クリスチャンにとっても誘惑にあってきます。しかし、クリスチャンに対する誘惑、あるいは試みっていうのは、まとめると、神かサタンか。そして実に、私たちの存在は真ん中にあるんです。神様とサタン、その真ん中に、まあこれを肉と言ってもいいんですけれども、あります。どちらか選ぶ。常に選択を迫られるんですよね。神かサタンか、私が。理想的なクリスチャン。どんなクリスチャンだったら理想的でしょうか。例えるならばですね、沼に生えているハスのことを思い出してください。ハス。ドロドロとした汚水が流れていくようなですね、沼があるわけですけれども、そこにハスが顔を出して、この葉っぱをつけて、ところが、そのハスはですね、葉っぱは、汚れに汚れないんですよね。水をポッとしてもポッと弾いてしまう。お仏をポッとかけても弾いてしまうっていう、そういった性質を持っております。むしろ、ドロドロしたこの池の、あれを泥をですね、肥やしにして、しかも、汚れには染まらないっていう、そういった風な性質を持っています。もし私たちも神様を信じたならば、ハスのようになって、もう汚れに染まらず、悪いものをですね、むしろ自分に吸収して良いものに変えていくなんてことをできたならばいいんですけれども、そうはいきません。人はそのような命を与えられたんではなくて、私たちはハス人間にはなれないんですね。神様の子供となったから聖別されて伝道するなんてことにすぐにできるってことではなりません。自分の意志を与えられているからです。ですから私たちは自由意志を持って神を選ぶこともできるし、サタンを選ぶこともできる。もちろん自分自身で生きるっていうことも選択としてできるんです。人は自分で探し、選び、自分のものとして生きる存在ですから。ハスの葉、クリスチャンにはなれないですね。人は神の異なる命をもらいました。です。しかし、今日でも神様の子供をやめることもできます。それは私たちの意志によることですよね。また、神様の姿に戻ることもできます。人は神とサタンの間に肉っていうものを持って生きております。それに常に選択を迫られてきます。この世の人たちの選択の基準は何か。これは明確です。それは利益か損か。自分にとって良いものになるか。自分の欲しいものを満たすことができるか。それとも自分が失われていくかってですね。利益か損か、損得ですね。これが基準になっていきます。でも、これは一時の喜びを得たとしても、またなくなっていってしまいます。では、クリスチャンの基準は何だろうか。クリスチャンにとっての基準。これは、神かサタンか、霊か肉か、ということになりますけれども、何度も言いますように、神とサタンの真ん中に私自身がおります。これを肉と言ってもいいんですけれども、これを私たちはですね、選ぶ。そして神を選ぶと神の命を提供。サタンを選ぶとサタンには命はありません。自分の命で生きていくとなります。ですから最終的には神か私かということになります。サタンは確かに働きます。しかしサタンは私たち強制的に私たちをですね、牢屋に入れたりとか、鎖で繋いだりっていうこと、これもできないんです。私たちの同意がないとできない。神も私の同意がないとできない。ですから私たちが救われるのは、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちは救われていく。ここのところ、いつもはっきりとしていなければなりません。さて、試練と誘惑。これは直面する出来事は同じに見えます。しかし方向が違います。試練と誘惑、直面する出来事は同じ出来事なんです。でも方向が違うんですね。例えば、私たち自動車が欲しい。これは便利だし、持ってたらいいですね。逆に持つと不便だっていう人もいるかもしれませんですけれども。では、私が自動車を買いたい、持ちたいっていう、これは神から来ているのか、サタンから来ているのか。どうだろうか。そうですね。方向が来る、方向が違ってしまうっていうこといっぱいあるんです。神が私が自動車が欲しいっていう時に、それはですね、人々を送迎したり、また神の礼拝に家族を連れて行ったり、あるいはあのことこのことっていうですね、大きな出費かかりますけれども、自分の範囲の中で、やっていく。私の車はとてもいい車なんです。11年前に60万円で買いました。そしてもうすでに7万キロ走ってました。それから11年過ぎて今38万キロになりました。故障したのは1回で2万いくらかかったんですけれども、あとは故障しないで本当によく走ってくれるんですね。ですから私にはですね、本当に愛する恋人のような存在になっているんですけれども、でもこれは本当にやはり神様が備えてくださったものであってですね、このために用いていく。しかしもし私がですよ、自分の名とか、そのために二人乗りのスポーツカーが欲しい。やっぱりベンツでなきゃ、BMW でなければとかですね、言い始めていく。これはやはりサタンから来ますよね。自分の範囲をはるかに超えているんです。またそれは自分の肉の楽しみです。ですから同じように自動車を買いたいという願いでも、来る方向が違う。神から来るか、サタンから来るか。サタンは私たちの肉を生かす。そして神様は私の肉を殺して、霊で生きるように私たちを導いていく。このように違ってきます。試練。言葉をあえて分けますけれども、試練と誘惑っていう言葉をあえて分けますけれども、試練。この製造元は神です。神が我々に良いものを与えるために、内側にある悪、肉、これを引き出して捨てさせていこうとします。何のためかってならば、神がご自分の命で私の内側を満たすためです。誘惑、これはサタンからやってきます。誘惑は私たちの中にある神のものを引き出して捨てさせて、自分のもの、自分の支配下に置くため、要するに、あなたが生きていきなさい。神様に頼るんじゃなく、あなた自身が生きていきなさい。というふうにして私たちを導いていきます。神のない生き方へと導いていく。そうすると、サタンは働けるんです。その人に働けるんですよね。神がないからです。試練と誘惑を明確に分けて、方向が違うってことを覚えていくことが必要です。一つの例を見ましょう。創世記の22章、開ける方は開いてみてください。創世記の22章。ここにはアブラハムのことが書かれてあります。22章の一節に、これらのことの後で、神はアブラハムを試された。これは試練を与えたってことですね。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると、彼には命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に来なさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさいと言いました。焼き尽くす捧げ物ということは、明らかに殺して火で焼くってことですよね。さて、これイサク何者だったでしょうか？それはアブラハムが100歳の時、奥さんのサラが90歳の時、そうです。75歳ぐらいでカルデアのウールを出たんじゃないかと推測されておりますけれども、あるいは80歳ぐらいかもわかりません。約束あって20年後に、25年後に生まれたところのイサクでした。私はこの100歳っていう言葉にすごいメッセージがあると思うんですね。それは 100% 人間の可能性ゼロ。しかしそこに神が子供を与え、100% 神の御業。ですからイサクは 100% 神様の御業で神が与えてください。そして今何歳になっているかわかりません。焚木を背負って山に登るぐらいですから、多分12、3歳、4歳ぐらいになってるんじゃないでしょうか。しかし、以前のイサクへの言葉、神様の以前の言葉はこうで、今は殺せですけれども、以前はですね、全地はイサクによって祝福される。これ、創世記の15章に書いてますね。全地はイサクによって祝福される。だから、神様はイサクによって全地を祝福しようとしているので、その祝福するところのイサクを殺せっていうわけですから。これ非常に矛盾ですね。もちろん、この殺せっていう意味は、神に捧げよっていうことです。神に捧げよっていうことは、アブラハムは今、イサクを神に捧げていないんですよね。いないんです。神が与えられたものを、神が殺せというはずがない。むしろですね、私たち当然そういうふうに思います。神が試練を与える場には、サタンの誘惑がいつでも同居しております。サタンに誘惑されているから、神が試練を与えているとも言うことができますね。サタンの誘惑は、一気にアブラハムに与えられたんじゃなく、徐々に徐々にだったと思います。要するに、イサクが誕生後、十数年間、アブラハムとサラにとってはもう嬉しくてしょうがないっていうんでしょうか。いつの間にか、すごい幸福感に浸っていたと思います。その幸福感は神からではなくして、それはイサクから来てしまっていく。要するに自分の中からですね。要するに自分のものにしていくっていうことです。神のものだったものを自分のものにしていってしまう。神の子だから、神様の声はですね、明確ですね。問題を非常にはっきりと提示しています。それは、あなたの息子と言います。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサク。ここにあなたっていう定冠詞がついてますね。そうです。神のイサクだった。神の子イサクだった。ところが、アブラハムのイサク。アブラハムが愛するイサクになっていてしまっておりました。あなたのこのポイントがあります。イサクは神がアブラハムに与えた賜物。これを感謝して受けることは悪ではありません。神が望んでいることです。しかしそれがその賜物が神様の存在よりも大きくなってしまったんです。神よりもイサクの方が大事になってしまう。私たちも賜物の方がですね、大きくなってしまうこと多々あるんじゃないでしょうか。そうなるときに私たちにとっては罪となります。アブラハムはイサクをいつの間にか神の立場に置き始めていたんです。マタイの10章の39節に、私よりも父や母、息子や娘を愛する者は私にふさわしくない。明確に言われておりますね。このマタイの10章の39節の言葉に、私よりもイサクを愛する者は私にふさわしくないとなります。さて、神はアブラハムからあなたのを捨てさせたかったんです。子供を私物化する、子供を甘やかしていくことになります。子供の要求を通していく。親が子供に仕えていく、自己犠牲をしていく。これは、この子供を愛するっていうことはですね、親が子供の自己犠牲になる。ところがその自己犠牲が実は形が違う。要するに自分の思い通りに子供が動いてくれるように子供の要求を受け入れるだけということ多々あります。子は親のものではありません。神のものです。親が子を作っていない。神が作っていく。そのためには親が神としっかりとつながって、そして子を神からの賜物として神の方法で育てていくということ。これがとても大切になります。とても難しいことですけれども、これは大切です。そうすると子供は親に服従し、親は神に服従する。っていう、この構図。これが、このあなたの父母を敬え。しかしその父母が神を敬うものであるとすならば、子供はやがて親を敬うことができるようになっていきます。霊の命と肉の命、どちらが優先かっていうことをいつも問われていきます。サタンの言葉は神様の言葉を曲げて用います。アブラハムよ、イサクは神の約束で生まれたあなたの子です。この子は世界の祝福のもといとなる子です。だからあなたの命として大切にしなさいよ。その子を立派なあなたの手で育てなさい。とサタンは言います。でも一瞬どこがどうだったかで区別がですね、つかなくなるんですけれども、やっぱりあなたの命として大切にしなさい。あなたの手で育てなさい。ですね。あなたが神様から責任を持ってるんだからっていうふうにして、なんであなたの、やっぱりあなたの。これはサタンが使います。聖霊が使う言葉は神の、主のっていうことになります。サタンはイサクを生かせと言います。まして父が子を殺して良いはずがわけがありませんからですね。一般的にはサタンの考えの方が神の考えに見受けられるんです。ここ、とても区別が難しくなってしまうんですね。私たちもこのイサクを殺すんじゃなく、イサクは神様から使った大事なものだから、イサクを生かさなきゃいけない。これが自分の一番の使命だ。なんていくときに、神様よりも私たちの心はイサクに向かってしまいますね。これが問題です。やがて問題になります。肉にとってサタンの計画は自然です。サタンの働きは我々の肉に向かってやってきます。しかし、アブラハムのこの決断、自分の肉を選ぶ。これは神の言葉を退けることになります。そうすると、サタンが効果的にアブラハムに働けます。アブラハムが自分の肉を選ぶときに、神といえども、その働きを止めることはできなくなります。ですから、その働きを止めるたった一つの方法、これは試練を与えるっていうことです。試練。サタンの働き、肉の働きを殺して、神様の命で生きるようにと導くことです。そうと、試練と誘惑の違い、だいぶ分かってきました。今、マタイによる福音書6章を開いてますけれども、4章に荒野の、イエス様の荒野での試みも書いてありますので、ちょっとそれも開いてみてください。これはイエス様に対しても同じことが行われていたのです。イエス様がこの洗礼を受けると、4章の一節に、さてイエスは悪魔から誘惑を受けるために霊に導かれて荒野に行かれた。ここでイエス様っていう存在は、悪魔から誘惑を、そしてそれは霊に導かれて、そうとイエス様にこの時ですね、悪魔と聖霊と両方が働いているんですね。ですからイエス様といえどもこれを受け、そして最初にこの人はパン、これらの石がパンになるようにと命じなさいと言いました。石をパンに。要するに石っていうのはそこらに転がっているこの世の様々なものを表します。それをパンにっていうことは命にしなさい。この世のあれをこれをあなたの命として生きていきなさい。これは私たちも語られてますね。仕事を命としなさい。家族を命としなさい。これはある面では石をパンにして生きるっていうのとちょっと似てませんか？これは私たちにも来ますよね。また今度は高いところに連れてってですね、ここから飛び降りてみよう、神が支えるから。そうだ、信仰があればね、こんなことしたって絶対大丈夫だって言って、それは神からの信仰じゃなくて、自分の信仰で神を利用していくっていうこと、これもよくやりますね。そしてまたさらに、この、私を拝むならば、すべてをあなたに繁栄を与えよう、この世を与えよう。これも、神様のある目で約束でしたね。神、この世界を神の国にせよって言ったんですから、サタンがそれを助けてくれるように思う。そうすると、それに乗ってしまっていく。もしひれ伏して私を拝むなら、これを皆与えよう。そうだよ。神様をこの言ったじゃない。死なる神様言ったじゃないか。この世を神の国にしなさいと。そのためにあなたを使わしたじゃないか。じゃあ私が助けてあげましょう。私を拝めば私がこう神の国しますよ。と言ってきますね。私たちの欲求を満たしてくれるように働いてきます。イエス様は、サタンは神様の願いを知っております。それはこの世を神の国にすることですから。しかし、その方法、それは全く違います。イエス様は私の罪を取り除くことによって霊の世界に入らせてください。サタンは私たちの霊のものを抜き取ってこの世のものを満たしてくれる。全然違った方向に行きます。死なら神様の方法は主イエスにとっての試練、困難でありますけれども、しかし、イエス様は明確に退けてきましたね。イエス様も誘惑されていく。これはある面で私たちに対するメッセージです。また見本と言ってもいいかもしれませんね。見本を示してくださいました。その人を受け入れるが、その人の罪を完全に処罰して、清いものにして受け入れるっていうのが神様の御心であります。サタンの誘惑には、だから、サタンか、神か、試練か、誘惑っていう時に、一つの判断するポイントは十字架です。十字架。そこに十字架があるかどうかです。サタンが、さあ、これを持ちなさいっていう時に、そこに十字架があるかどうか。神様の方が持ちなさいっていう時に、それは自分を捨てて神を持たなきゃいけない。でも、サタンがこれを持ちなさいって言ったら、十字架を抜きにして、これを持つとあなたは本当に幸せになるよって言って、結果を差し出す。プロセスを差し出さない。そのプロセスにはいつでも十字架っていうものが付きまとっている。これを考えていかなきゃなりません。サタンの誘惑には十字架がありません。神の試練にはいつでも十字架が付きまといます。その十字架っていうのは自分の思いでなく、神の方を選ぶっていうこと。自分の思いを捨てていくっていう、このことですね。自分の命を得ようとする者はそれをしない。私のために自分の命を失う者は、かえってそれを得る。これが誘惑と試練のポイントになる言葉ですね。もう一度言いましょう。自分の命を得ようとする者はそれをしない。サタンはあなたの命をあなたが得なさいと言ってきます。しかし私のために自分の命を失うならばかえってそれを得る。神はあなたのその命で神の国を継ぐことはできないから、私が与える命を得なさい。しかしその前にあなたは自分の命を捨てなければなりませんと語ります。サタンは私の内側にある肉を助けて、そして私たちを滅ぼそうとし、自分の支配下に置きます。神様は私の内側にある肉を取り出して、手術して、そしてその肉を自分が引き受けるんです。イエス様ご自身が引き受けるんです。あなたが自分で自分の肉を殺せって言ってないんですね。できないんです、私たちは。そのあなたの肉を私の十字架に持ってきなさい。私があなたのそれを滅ぼすことができます。それが十字架でした。そして復活の命を私たちに満たしてくださいます。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。悪より救い出したまえ、本当にしよう。私たちは自分の肉からも悪より救い出したまえと、自分に都合の悪いところを悪からサタンからとして、あるいはこのいろんなものに責任転嫁して、なるだけ自分自身の思いを遂げようとする思いが働いておりますけれども、今日私たちは主よ、あなたの聖書全体の言葉を通して学ぶことができましたことを感謝いたします。どうか自分の肉を捨て、神様の霊によっていつも生きる。そのことを私たちはわきまえ知って、正しい決断をして、神様の力によって肉を捨て、そして霊に生きるものにしてくださいますように。尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。